あー邪魔でございます。昨日の動画ね、まあだいぶ怒ってね、お見苦しいところ見せましたが、あれもねガチャのことを思ってのことなんで、ぜひぜひね、分かっていただけたらなーなんて思うんですけども、でも僕はねあの動画出してよかったと思います。うん、俺の気持ちがガチャに伝わったみたい。うん、あれ言い過ぎちゃったかなっても思ったけど、まああれからねちょっと時間見て、おー大丈夫かみたいな、どうだお前、こんなあんまへこんでるなよみたいな感じでちょっと会話をして、ガチャ引いたらですね、ドババン、チアゴシューバが当たりましたよ、スペシャルエージェント。そして、スペシャルエージェントまだまだいるよ、まだまだいたよ、結構いいやつが当たったマジで。トレーニングコーチして、スペシャル、スペシャルベルナウト・シューバー、セリフォ・アルバレス、あとサバリ、サンソーネ、いやこの辺じゃないな、オースティ、あチャーリー・オースティも強いね、あとね結構来たマジで結構来たよこれ。もう調子に乗ってまた5000円ぐらい課金しちゃったもんね、やったと思って。ハンダノビッチだ、そうハンダノビッチ来た、ハンダノビッチ来て、あとはマルキーニョス来て、あといなかったっけ、あコシェルに来た。うん、そして出てこないかな、これ探すのめんどくせえな、まあ、エリクセン来て、ペリン来て、この辺やばいよ、エリクセン、ペリン、ブルーノ、ナインゴラン、ルカク、だからやばない、もうスタメン調子次第ではスタメン入れてもいいかなみたいな選手が7、8人来たということ、言ってよかった本当に。まあね、話せばわかるもんですね。ああよかった、それだけは。パーチャマでございます。今日はですね、エータさんがすごくいいことを言ってましたね。うん、まあ、エータさんというと人気ニコ生主なんですけども、まあ、その方がね配信に来てね、まあ、見に来てて、ずっとねぐちぐちスランプだわ負けたわとか FA がどうとか言ってる人がいたらしいんですけど、その人に対してエータがね、って一通り聞いた後、普段はどんぐらい勝ってんのって聞いたら、まあ、勝率5割ぐらいですかねって言ってて、2試合に1回は負けるってことはスランプでも何でもないでしょって言ってたんですね。もともと負けるような人が、まあ、エータがね、それは高校の時の部活の顧問、まあ、顧問って言ってもおじいちゃんなんだけど、まあ、おじいちゃんでもいいか、うん、そうだよね、あのそのおじいちゃんが言ってた言葉が、そのね、もうほとんど負けないとか、まあ、弓道やってたんだけど、もうほとんどが的に当たるみたいになってから、お前最近当たんないのはスランプだっていう言葉を初めて使えるんだぞ、普段からお前はまだでね発展途上なんだから、そんな的外すことだってあるよと、そんなやつが言うなということです。ちょっといい言葉だよね。うん、でなんでそういう風にねコーチが言ったかっていうと、そのねエフェだとか、まあこのトラオレクロスが強すぎるとか、あとはなんだスランプだっていう言葉で逃げちゃダメだと、そこへ逃げたらなんどうしたらいいかっていうのを変えないわけ、自分は周りが変わればいいやみたいな、スランプってそうじゃん、まあ時間が経てばまあ自分のなんかこう打てない感じも治ってくるかなみたいな、本当のスランプだったらそれで治るんだろうと。でも実際は今週のメンズの調子が悪いんちゃうかとか、変なプレイの癖がついたんちゃうかとか、なんか焦ってるんちゃうかとかあるわけですよ。だからそこを変えれるところを変えていこう、そういう風に言ってました。クロスが強いんだったら自分もクロスをまずは身につけて、まあ、それがで攻めばっかやるんだのが嫌だったら、まあ、ディフェンスで止めれるようになったり、まあ、そういうことをね、やっぱり文句、変えれる部分、変えられない部分に文句言ってもしょうがない。自分が変えれるところ、
変えていこうよって言いましたね。あー、エータ素晴らしい。みんなこれはね、ちょっとまあニコ生での出来事ではございますが、 YouTube をやってるみんな、まあ、YouTube を見てるみんなにも言えることかもしれない、まあ、誰にとか特定のことは知らんけど、まあ、もしかしたらね、いや俺も今までエフェクトとかクロスゲーがどうこうで切れてたけど、そこよりもっと改善する場所あったんちゃうかと、そういう感じで生きていけたらななんて思います。あ、やばい、あ、そっと。そしてね、皆さん、今一瞬見た？今一瞬あれみたいな、チャマ君、あれチャマ君、あれチャマ君、チアゴシューバーおらんかみたいな、います、チアゴシューバー。あの後、そう、あの後ね、クソガチャ、クソガチャ切れてさ、いろいろ言ったじゃん、散々昨日の動画で。彼も反省したようで、その後ちょっとじゃあいいこらえ見てね、俺もねちょっと言い過ぎちゃったかなって思ったの、こいつを思う気持ちのあまりちょっと言い過ぎちゃったかなと思って、まあ本人もねだいぶ答えてんだろうということで、ね、ガチャをね引いてみたら5000円でチアゴシューバー、あと誰だっけ、チアゴシューバー、ルカク、ナインゴラン、あ、やば、キャンセル入ってなかったとか来た、うん、あとね何人かいたよ、あと何人、誰だっけ忘れちゃったけど、まあね思いが伝わったということで、うん、まあこれ動画の冒頭でももう一回言ってるんでね、なんでもう一回言うのっていう 気はするけども、あ、ネイマーやばい、さすがに、あれ今外向かれてコンカだった入ってたかな、足違ったもんね、右足だったもんね、あれコンカ、あれネイマール右足利きだよね、え、ネイマールをこの人右で使ってんの、左だよねネイマールって普通、あ、普通シャドウこうコネ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 動いとるわけやな、うん、だからなんか物事を極めるっていう時はできるだけこう言い訳というか、うん、なんだろうね、言い訳は言い訳っていうか、もうどうしようもないことだってしょうがないよね、あ、こんなミスしちゃったっていう言い訳は、だったら自分が俺こんな ミスしちゃったって言い訳だったら次からそこを改善できるから、まあね分かってるんだろうけど、いやーもうクロスゲーきついわーって、まあ確かにね言いたくなる気持ちわかるよ、俺も言うし、でもそうじゃないと、クロスゲーきついんだったら それをねどうにか、しょうがないじゃん、変わんないんだから、それをどうにか変えていこうと、入ってくれ、いやマジでマジでスモーリースターリングはね本当にシュート入んないんだけど、もうでも打つしかないもんね、あそこでスターリング出しちゃダメなのかな、出さない方がいいのかな、俺あそこでもうあそこでコスタがかっさらった瞬間周り見て、あ、スターリングしか空いてねえ、でも通ったら多分シュートまではいける、俺は、ワンチャンかけてみようかっていうことで出しちゃうね、もうちょっと上手い人はそこ出さずに、あ、スターリングあかんみたいな感じで、もう入るときあるんだけど、スターリングしかも調子いいしね、誰だっけスターリング今、今週っていうか今日は、あ、調子よくないのか、うーん、ナインゴラン、ほらナインゴラン、ナインゴラン、チアゴシューバー、ルカクとね、あと、あいつ、コシェルニも取った。ただコシェルニはちょっとね、まあリードが調子 A だから、まあ A かな、みたいな感じで出してないけど、まあ多分強い。来た。はい。あー、ベイル今せっかくさ、目の前の人が一枚綺麗に剥がれたのに、ベイルも中に入っちゃったね。あれ中入らずにさ、こういいところ、いい感じの距離のところでここやでーって待ってもらうにはどうしたらいいのかね、そういう動きを持ってる人っているのかな、ナンバー10とかかな、あ、やばい、危ねー、これ、ま、中開く、あ、無理か、はい、もう一発、これ外、あ、これ通るやん、あー、クロス、これ苦手なんだよね俺、この絶対もうさ、ラインが崩れちゃってて、あ、もうコスター1人しかいないっていう時に出すクロスがさ、マジで苦手なんだよ、そういう仕様じゃないよね、まさかね、俺いつもミスるんだけど、これグラウンダーのバツパスとかでいいのかな、どうなんだろう、あー、トラップ、もしくは
俺が睨んでるところはもうそもそも丸パスで出しちゃダメっていうパターンか、もしくは体勢をもうちょっと、あれちょっと斜め向いてたから横向くとかまっすぐ向くとか、逆にね、なんかそういうことしていった方がええっちゅうことなのか、まあいろいろ改善していきたいけど、あれね、出しちゃうんだよね、チャンスと思って、早く出せば出すほどシュート得点率上がると思っちゃって出しちゃうんだよね。あ、ちょっとクリホビアクだった。クリホビアクがパスミスっちゃったよ。ちょっとあのやっぱね、テンポで行ってる時にクリホビアクがググってこうわしやでみたいな感じで入ってこられたら、ちょっとお前はって思っちゃうよね。お前はパスが下手だからみたいな、お前は役割があるんだよ別にっていう。スターリングちょっと調子悪いけど、調子悪いっていうかこのドリ見てよ本当。おー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 。まあこの後やることないんだけどね、この後全くやることがないっていうのが俺のドリテクヒーローの後の悪いところね。あ、これぐ、これあーいやしゃー、いやちょっと今なんで一回中見た、ゲージ遅かったか、マルコスのアドリブが効いたよ今。確かにそっちにさスティックは倒してたけど、それはクロスの方向やないの自分。これ怖い。オッケー。蹴っちゃいたい。よいしょ。いや、デマル、そう、スターリングやで。で、もう一回。オッケー。これオフないよ。あー、中。いやー、駆け引きうまかった、今のパパスタソー。あ、取れる。外。オッケー。ここ時間かけて、ゆっくり。中。はい、一番奥。オッケー。蹴っていこう。あれ。あ、よかった、でも。取った。オッケー。あ、でかい。いや、ちょっと。今日、ちょっとこれ、なんで？こっちこんな、空いてたっけ？まあいいか。あ、カメラの位置がちょっとずれてたんだ。ちょっと余白の部分が多くなってる。まあカットするから、見てる人には分かんないかもしれないけど。結構ね、このブルースクリーンがあって、あ、グリーンバックっていうのね。結構ね、幅がね、狭いから。カメラこの位置で撮ると、ちょっとこの辺とかね、この辺たまにね、若干点みたいに壁が映ってて、それをね、みんながあれ汚れかなと思って拭い続ける動画っていうのが、たまに俺のね、チャンネルの場合あるんだけど、ちょっとこっちがね、あれしすぎてる。そういった時にどういう弊害あるのって言ったら、チャマ君のカメラごと切ってるから、やばい。チャマ君の手が途中で切れちゃったりとかっていうのが、よくある。あ、やばい、キャンセルいかんかった。オッケー。もうキャンセルこの癖やめようかな。とりあえず一瞬の判断で、あ、ここ出せるっていうのとこに入力しといて、別のとこ探して、そっちの方が新しく見つかったとこの方が確率高そうだったらこれやろ。オッケー。今さ、こうコスターがこう言ってるのに後ろからこう言ってたから、普通にやったら流れたってこと？ちょっとこっち目にやってちょうど真ん中に行くぐらいって、そういうことなのかな。難しいね、ヘッドを一つにとっても。よし、これさすがにない。でもこれびっくりしただろうね今の。え、クロスちゃうんかいっつって。あ、ここね、チアゴシューバー来てます。あ、やばい、おらー、チアゴシューバーやばいでしょ。チアゴシューバーのね AI マジで賢いから自分で動かさない方がいい。俺も今ね、ちょっと、チアゴシューバーにカーソル変えた途端に、あ、やべえと思っちゃったんだけど、あれ自分よりね、チアゴシューバー、もう自分でやらした方がいいよ、ほんと。これ開くんちゃう？よっしゃ、いやー、今のもね、今のはロナウドに走らせて、そいつにカバー一人つくからラインが崩れると。で、コスタが走る。お、これ、オフ、あー、ダメか。中、よし。オッケー。行くなよ。そう。あ、危ない。あ、やばい。これやばい。よー、危ねー。奥、デマルコスナイス。いや、デマルコスのやっぱ足の速さ必要だね、あそこでね。最後、フラスルの方が良かったかな、さっきの。フラスルだったら、もしかしたらあそこのコースが開くかなと思って、ダイレで、まあ、パス出したんだけど、開くかなっていうか、開いたままかな、みたいな。やば。開かなかったね。やっぱ鼻。危ねえ。体調、今日ちょっと最近ね、急に寒くなってきてるから、俺基本裸でしょ？あ、これ出せる。ある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 。
ロナウドが入ってくる。誰だあのキーパー、読んでた、後ろに目ついてる。ちょっと体調若干寒め。うん、どうしよっか。ベイル、スターリング、スタミナがないから変えて、ナインゴランのデビュー、ナインゴランセントラルにする。そしたらでも怖いな。あっちはアベル・エルナンデスと、コーチ、ん?ウェルベックを入れてきたのね。なるほど。クロス外人になるつもりやな。ベララビ、あ、スアレス入れるか。コスタ、まあ、闘争心あるけどね。スタミナ減ってるときはちょっと、なんかフィジカルとかちょっと弱くなってるような気するし。いいで、スアレス。あ、手上げた。おっちー。おぉ、タインゴラン。すごい体勢でパス出したね。グアナ、あ、ちょっと、これ、よっしゃ、これは取れる。オッケーオッケー。アベル、早いしな。早いし高いし、マジで怖いよ、アベルは。誰だ、あいつ。お、マチーリか。一番奥でいいんじゃないか。あ、ナインゴラン。いいかも。あ、ダメか。あ、落として?ある?ここら、ここベイラ、ディフェンしてほしいよね。よし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 。アベル怖い、アベルマジで。危ない。こういうとこで、ドーン取られちゃうから。ここ、勝てるか?あ、無理か。オッケーオッケー。まあ、あそこで変に取られるよりは、こうやってまあ、ミスっちゃったけど、まあ、クリアにはなったね。読まれてる。これ来る?オッケー、クリフォナイス。やっぱブスケツいらんかな?今迷ってんだよね、ブスケツと。あ、告白。あー、くそ!っていうか俺、フラスルにしちゃった、間違って。普通の三角で出そうとしてたけど。ちょっとナインゴランのね、ナインゴランの能力やばいから。まあ、フィジカル強いし、ディフェンスもオフェンス、もうどっちでも活躍できる能力、持ってますよ。スアレスのズドンも見てみたい。ここはね、こんなところからもう、このズドン、あ、出る、オッケーオッケーオッケー。このズドンね、あれ入りますよ、あれが。足が違ったから、本当はね、スアレスね、こっちの手前の位置で、ああいうプレーをしたいんだけど、まあちょっと今のね、タイミング的に、できませんでしたね。でもすごいからね、本当にね、あれはね。ロナウドどこいる?ロナウドそこか?行くか?はい。ああ、ダメか。あ、ナインゴラン。ミドルもあるよ。おらあ、ダメか。あ、スアレス。ちょっと今迷っちゃったな。打つか、もう一回体勢作って、右足で蹴るか。確か右足利きだよね。やばい。迷っちゃった、その一瞬で、どっちもできなくなっちゃった。やっぱ判断は早め。おー、ちょ、ナインゴラン、やばいぞ、今のパス。オッケーオッケー、ファール。ちょっと時間、何分時間?スターリン。あっちにもスターリンいたんだね。時間何分?スターリン、バルセロナの湯に似合うな。俺決めたぞ、そりゃ、こっから、ベイル。見てほしい、冒頭で、あ、流そう。この動画の冒頭で。一回ね、ワンバウンドしたんだけど、そのバウンドの跳ね方が変なとこだったのか、キーパーがね、普通に、わーみたいな感じで。もしかしてぶつかってんのかな、ディフェンスに。OK。固く守っていこう。固く。いいね。よし。思ってた通り。ここはクリア。あ、開くよ、これ。おらー!ちょっと今のね、気持ちよすぎたね。まあでもあそこさ、スアレスだったら絶対取られちゃうもんな、スアレスの足だったら。あ、これでも結構プレス来るな、この人。あそこのバイタル付近で開くってことはなさそう。スアレス。あ、抜いた。おらー!入りそうでしょ、ほら。今でもゲージもうちょっと弱めたら、入るんじゃない？終わった、ミスった。あー、ミスった。最終ラインのコントロールをミスってしまいました。今見てた、もう時間ないでしょ。終わったわ。
いやーやっちゃった。今のは完全に調子乗ってた。スアレスのまずオラーを打たなくていいもんね。キープでよかったもんね。もうこういうとこあるんだよな。しかも後ろに行けばよかったのにね。裏ケアしとけばよかったのに。もうなんかあどうせ勝てるやろみたいな感じで取りに行っちゃったな。でライン上げたらその時にまだオフじゃなかったわ。失敗でしたね。しかもこれ5連勝目だからね。うん、7下がっちゃったよ。相手どんぐらいだったのチーム力。あ、1900か。まあでも5上がってたね、5連勝目でね。もったいないことをしました、山地ございます。こういうのね、本当になくしていきたいです。スランプですわ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー